訪問寺訪問寺等訪問寺は、中国の先生小宝経士の夫婦剣訪問鎮に、ある古刹である。北州以前には、愛国王子と呼ばれ、その塔は、愛国王塔と呼ばれていた。北州の武帝の廃物によって、当時も、また廃壊された。隋朝が起こると、文帝は仏教を尊崇し、当時も再建されたが、北義時代の結構を回復することはできず、また寺の名は、 常実道場と改められた。その後、隣接する法政寺に編入された。初頭にはすでに、アイク王塔が古代インドのアショカ王が、全世界に混流した8万4千の塔の一つで、あるという信仰が根付いていた。武徳元年には、寺を法政寺から独立させ、寺の名を法門寺と改めた。上岸五年に、長領によって塔が修復され、 県警5年には、構想が法等内の普通車輪を、当トラック用の宮中に迎えて、法用を行った。合わせて、党の修復も行った。これは、その普シャリを30年に一度だけ開館し、供養したならば多大な苦毒が得られ、国家安泰を得るという伝承を受けたものである。ただ、この事業を推進した立役者は、不足点であると考えられている。その後、 側天の子である中宗は愛子王党に対して新人宝刀の名を立てつっている。また、中宗の皇后で部位の下で知られるイコーラは髪を下ろして党に侵入している。慶竜4年には寺名を成長無友王子と当名を大正新人宝刀と改めている。現那14年には剣宗が仏舎利を長安に迎えることを計画し、それに対して関祐が 論物骨表を植え下げして、その日を訴えた。が、受け入れられず、ふつしゃりは盛大な法へとともに、長安に迎えられ、寛意は広東省に左遷された。改正3年には、寺名を法運寺と改めたが、短期間で訪問寺に服している。大将の廃仏の時には、訪問寺も被害を受けたが、一周代に、盛大な法へとともに、ふつしゃりを長安に放擬し、 訪問寺を盛大に修復した。1956年8月には第一非重点文物保護単位として認定されたが、文化大革命時期に公衛兵によって書道や書像が破壊された。時の住職であった両教法師は、宝刀や伽藍を守ろうとして、新人宝刀前で昇進を図り、その他の僧侶らも迫害され、寺は、 不風圏無産階急増反波臨寺葬式部となった。1979年、先制省が太陽放電と動物革を修復した時、地中から東大の遺物が出土した1981年8月4日、夜半、新人放棟の半分が大雨によって崩壊した。1985年、先制省政府が新人放棟を再建することを決定した。 1987年4月3日、新人宝塔の地下にあった地下宮殿が開かれ、中密な彫金を施した幾重もの宝箱に収められた四粒のシャリなどの大量の貴重な文物が出土し、歴史考古学上の一大事件となった。遺物の大半は異臭大に奉納されたものであった。当は1988年10月に竣工し、同年11月9日に、 訪問時博物館が開館した。ありがとうございます。